ヒラノシオの戦闘投稿、ファンの心をわしづかみ。戦闘ってこんなに映えるジャニーズ事務所からの退場後、ヒラノシオが新たな道を歩み始めました。元キングプリンスへのメンバーで、その爽やかな笑顔と才能で多くのファンを魅了してきた彼が、戦闘でのギャップマウンテンの投稿で、ファンの心をわしづかみにしました。 2023年7月7日に滝沢秀明氏が社長を務める戸部所属を発表し、その後の活動が注目されていましたが、彼の最新の SNS 更新には多くのファンが大興奮しました。平野市用の戦闘での写真。2023年8月8日、平野市用は自身の SNS アカウントを通じて、戦闘での写真を公開しました。この投稿には、 彼のフォロワーから大きな反響があり、何気ない日常風景とのギャップが話題となりました。写真の中で、平野潮はカーキ色のスーツに身を包み、裸足で銭湯を歩く姿が映されています。彼の表情は憂いを帯びており、銭湯の入り口や洗い場での様子、脱衣所でのリラックスした様子など、様々な場面が捉えられています。 彼のファッションセンスや雰囲気が、銭湯という日常の風景とどのように調和しているかが、ファンたちによって熱烈に称賛されました。ファンからの反応。この銭湯での投稿に対するファンからの反応は、驚くべきものでした。フォロワーたちは、驚きや歓喜の声を上げ、平野市用の銭湯投稿に対する感想を次々とコメントしました。 わわわうう,う,う、う見た瞬間にキャーって叫んだやばい見た瞬間体温急上昇した。といったコメントが平野の仕の戦闘投稿に対する熱狂的な反応を示しています。さらに、温泉ってこんなに生えるのショーレトロな戦闘にスーツで牛乳も絵になりますね。戦闘なのにかっこいい。 戦闘でこんなかっこよい人いません戦闘をかける話にスーツってどんな状況疑問符何してもかっこいい。など、戦闘という日常の風景と平野仕用のギャップについて言及するコメントが多数寄せられました。戦闘でこんなに映える平野仕用のファンへのインスピレーション。平野仕用の戦闘での写真がファンの間で大きな話題となった背後には、 彼のファンに対する新たなインスピレーションが存在しているようです。これは一見日常的で普通の風景でも自分自身のスタイルやアプローチによって新しい魅力を引き出すことができるというメッセージを伝えています。ファッションやスタイルの選択、表情や態度の表現など平野仕様の戦闘での写真は日常生活における自己表現の大切さを示しています。 何気ない瞬間でも自分らしいアプローチを持つことで新たな魅力を発見し周囲と共有できるということを示唆しています。平野紫耀の戦闘での写真投稿はファンにとって大きなインスピレーションとなりました。日常風景とのギャップや彼の自己表現のスタイルが ファンたちに新たな視点を提供し、日常の中にも美しさや魅力が潜んでいることを教えてくれました。彼のファッションセンスや態度、自己表現力はファンにとって尊敬の対象であり、彼の戦闘での投稿はその魅力を最大限に引き立てるものでした。今後も彼の新たな挑戦と自己表現に期待が高まります。